ただいまより第1試合 NJKF 全階級トーナメントニュージャパンワールド2012スーパーフェザー級2回戦アグレッシブマッチを行います。NJKF スーパーフェザー級2位 58.7kg 小国神宮所属鈴木翔也。青コーナー NJKF スーパーフェザー級5位 58.5kg 小国神宮所属鈴木亜明判定の結果を発表いたします。ジャッジ桜井29対28赤コーナー鈴木、ジャッジ高谷30対28赤コーナー鈴木、ジャッジ小林30対28赤コーナー鈴木、以上3対0をもちまして赤コーナー鈴木翔也選手、完璧勝利を得ます。